今日は2017年4月13日、今10時56分ですね。今日の朝日新聞の一面のトップは、アメリカと日本が経済対話というのをやっていくんですけれども、日本日米経済対話、これが18日からやるんで、その事前協議というのがあって、そこで、二国間の貿易交渉を要求してきたという、アメリカが日本に対して貿易交渉を要求してきたということですね。まあ、具体的には財政金融政策などマクロ経済政策、それからインフラ投資やエネルギー分野での協力、それから二国間の貿易に関する枠組みの3点を扱うそうですな。ただしこの二国間の貿易に関する交渉っていうのは、結局関税をかけていることに対して関税を取っ払ってくれって話ですよね。輸出する側が輸入してくれる側に対して、関税をかけて自分のところの製品を売れにくくしているので、それを取っ払って自分のところの製品をあんたのところで買ってもらえるように、あんまり高くせんといてくれと、まあ、そういう話です。まあ日本の製品もアメリカに持っていけば当然関税がかけられて、まあ、その割合がどうかということで、あんたのところの関税は高すぎるからもっと安くしてくれればうちの製品が売れるのに、関税が高くて売れないじゃないかというふうに、まあお互いに不満を持っているわけですよね。でそれをどんだけそれぞれの品種について農作物や牛の肉とか、それから自動車とか、アメリカが日本に対して売りたいものに対して関税の引き下げを要求してきて、日本側はそれには応じたくないという、まあ、そういう話ですね。で私はこの関税についての原則というのはですね、私の考えというのはこれは今まだ現実的ではないだろうと思うんですけども、極力関税というものはなくしていくべきだろうと思うんですね。まあ、今日本の県ごとに他の県に物を持ってって売ろうとしたら、その県ごとに税金をかけるって話はないわけですよね。昔はあったかもしれない。で今は県によって北海道のものを青森に持っていったら、その青森県が北海道の製品に関して税金をかけるということはしない。で今国と国との関係ではそういうのがあるわけですけども、それは私は原則として取っ払っていくべきだろう。そしたら安く物を作れる国のものがどんどん入ってきて、その国の中でそれと同じものを作ってる人たちがやっていけないじゃないか、まあ、それが一番の今懸念されていることですね。農作物なんかに関しては安い農作物が税金をかけずに入ってきたら、みんなそっちを買うに決まっている。そしたら日本の国の中でそれと同じものを作ってる人たちが生活できなくなって、その産業が潰れてしまう。だから高い税金をかけて日本の国の中では売りづらくして、それで日本の国の中でそれを作ってる人たちを守るべきだ。それが考え方ですよね。
かし私はその考え方というのはだんだん変えていかなければいけなくて、安く作れるところのものを安く買うのは、まあこれは私買う側として当たり前ですよね。で、作る側を守らなければいけない、それはあるんですけども、しかしそれは関税によって守ろうとするのではなく、また作る側の人たちも自分たちが関税によって生き残ろうとするのではなくてですよ、やっぱ競争力を高めなきゃいけないですよね。自分たちの例えば土地がアメリカなんかの比べて狭い土地で作らざるを得ないから、作り方がああいう大規模農業ができないから不利なんだ、だから勝ち目がないって言ったら、それはなんとか工夫して同じように安く作れるのか、あるいは付加価値をつけるのか、そうやって対抗していかなきゃいけない。で、輸出して相手の国で売っていくことは、少なくともそれを送るための経費はかかるわけですから、その分は当然高くなる。それでも競争に勝てるものが入ってくるんだったら、これは仕方がないよね。だから入ってきた側が、入ってこられた側が自分たちが工夫して生き残る。で、一つの言い方としては、例えば日本の農業を守らなければいけない、食料を守らなければいけない、食料の自給率を高めなければいけない、それはそれとして議論はあると思うんですよね。で、戦争が起きたら輸入できなくなっちゃうから、自分の国の中で食料を自給するようにしなければいけない、それはまた別の考え方として、どうすれば食料が自給できるか、まあ、一番いいのはさっき言ったように競争力を高めていて、普通にやっていても日本の国の中で日本国民が食べるだけの食料は基本的に生産できている、そういう状況を作っていくことでしょうね。そして、まあ、あらゆる製品、電化製品にしても何にしてもいいものが入ってくるんであれば、それは国民がそのいいものを安く買う、まあ、権利がある。無理にそれを高くして、関税をかけて相手の国のものを、いいものを日本人が買いづらくする必要はないと思います。で、同様にですよ、私はこの人間が他のどこに移動しようとも、それは基本的には本来自由であって、今は他の国に移動して動こうとすると、その国の許可が必要ですよね。ビザがあったり、パスポートがあったり。しかし基本的に人間というのはどこに行って どう生きようが自由であるべきであって、国という組織、権力によってそれが本来は遮られるべきではない、そう思います。日本の国の中で、さっきのこの関税の話の中で言ったように、北海道から青森に行くのに北海道の許可がなければいけないというわけはないですよ。青森の許可がないと移動できないわけじゃないですよ。それと同じように、日本からアメリカに行こうが、中国に渡ろうが、中国の人が日本に来ようが、基本的には私は自由にすべきだと思いますよ。そしたら、そういうことをやると、国の世界中がめちゃくちゃになるじゃないか。めちゃくちゃにならないですよね。私はそう思いますよ。ずっと自分のところにいたい人たちはたくさんいて、その中で他のところに行ってみたい人たちが移動して、そしてそこで新たなカップルが生まれて、血がある程度混じり合って、そして文化というものは、そうやって今までずっと人間の歴史、何億年という歴史の中で、そういうものの中で少しずつ変化しながら今に至るまで続いてきているわけですよ。私はそれでいいと思いますよね。そうしなければいけないと思う。今の県のように一応区切りはあるし、行政機関はあるけれども、基本的に移動するのは自由なんだ。移動した先で税金を払ったり、あるいはそこでのルールに従ったり、そういうことがあったとしても基本的には自由なんだ。私は世界中はそうあるべきだと思ってます。まあ、最初の話に戻りますと、物を売ったり買ったりする、輸入したり輸出したりする、それも基本的には自由である。だから高い税金をかけて自分たちのそれと同じものを作っている人たちを守るという、なんか私はこれは言い訳に思えてしょうがないんだけど、そういうものによって物の流通を妨げるというのは私は正しくない、そう思います。
ということで今日はこれくらいにしておきます。